アンチャーテッド砂漠に眠るアトランティス続きをやっていきます。ではあいつらがここのフランスのこの奥地森林地帯に来た意味がよくわからない。なんでバレてるのか。でゴンザブロがここから下へ行こうって言うから下に行こう。ん？何？これを見ろ。どういうことだ？こいつタルボットの手下だ。かつてはな。ありえない。やつらここに着いたばかりだぞ。そうだけど彼に何が起きた？何が何だか、とにかく嫌な感じだ。これさ、ちょっと異常じゃない？この色。また何かの呪いかなんかか。こんな皮膚の色になるのってもう妖怪人間じゃん。妖怪人間だよね。もう。で、下に来たけどここ行き止まってない？あ、なんかここだ。ここから行けって言ってる。下へ行こうってこんな下まで行く予定なかったけど。おっと？なんだ？サリー、なんかここ動いたぞ。上に乗るとタイルが沈むぞ。うん。うっかりどれかに乗るとまずいからじっとしてよ。ナイスアイディア。でも乗っちゃったんだけど。ん？どういうこと？あ、全部沈む？ロレンスは何か残してないのか？見てみるよ。はい。なんかヒントがある。セミタ。セミタソリス。あー、まず月、なんかあそこ行ってあそこ行ってみたいな。はいはい。まずここでしょ。まずここに行く。でここに行く。順序よく踏んで歩けばいいのかも。うん、ほんで次どこだっけ。バツ Y バツ N バツでどこだそれ。バツ、あ、間違えた間違えた。ん？なくない？ちょっと待って。こう行ってこう言って N みたいなやつ踏んで、正しい順番で人筆書きのように進めば何かが起きるはずだ。人筆書きのように N バツ Y バツ N N バツ Y バツ N N この次にバツがなくない？N Y バツ N N Y バツバツ間違かな。ちょっと待って、こうでしょ。 NY ちょっと待って、なんだなんだ、ちょっと待って、NY バツは M N でしょ。 NNYY バツ、あ、違うか、ちょっと待って、 NY バツは N でしょ今のとこまではいいね。 N
YNY Y Y NY バツ Y NY NY バツ違うこっちじゃないちょっと待ってNY あ違う違うえなんでN Y バツこっちじゃないんだなんでだN 確実に行こうここがもう違うのか待って NNY あこっちじゃないなやっぱり N ん？うん、そうなんだけど N Y Y でこっちでいいと思うんだよな。ここが違うのか。バツ Y、N でこう行けばいいかなと思ったんだけど、違うんだ。そんなに難しいか、これ。こっちか？やっぱ違うな。2。あーちょっと待って N を4回踏んでってことかあー N を4回にバツだから1234あ1234で次バツを3回踏むで Y を4回バツ3回バツ、Y4 回バツ3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 回のあと Y4 回バツ3回こっち23で、1234で次バツをバツ2回の N3 回バツ2回のあ分かった分かったこう言って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 こうよしやっとわかった。やったぞ。もっと褒めろ。ゴンザブロもっと褒めろ。あ、図書館。図書館。なんかでも不穏すぎる。ちょっと。ここ真っ暗だな。明かりをくれ。よし。明かりをくれ。明かりは？よしって言ったじゃん今。明かりをくれってよしって言ったじゃん。なん、明かりをくれよ。
やっとか。やっとか。研究室みたいだ。ほう、何を聞いた。400年以上前の研究所だ。400年前以上の研究所。何を研究してた。またウイルスか。なんか変なそういうウイルスとかそういうことか。あ、なんかある実験台みたいな。なんだこれ。なんか魔法陣みたいなの書いてあるけど。照らして照らして、ゴン三郎ど、あ、そういう感じ。うん、錬金術師の部屋みたいだ。錬金術師の部屋、なんかここで、ここを見て何か思い出さないか。ああ、言われてみればマウロの隠れ家を思い出す。サリー、これはジョン・ディーの研究室だ。フランスにあるか、彼の部屋が。多分手がかりから十字軍に行き着いたんだ、ロレンスのように。おい、これ見ろ。どれ。はあ、また芝子の原稿か。でもこの記号は何か解読しようとしてたみたいだ。絵の具語の原稿にメッセージらしきものが。どうだ、解読できそう。やってみる。え、何。祭壇は入り口を守り地獄へと導く、はあ、つまり霊を呼び出すのに呪文を使ったのか。祭壇が秘密の通路を隠していることもあり得るぞ。よし、わかった。押すんだ。押すよ。あー、秘密の通路だったね。おい、これぶったまげた。なかなか賢いクソ親父だ。そりゃどうも。違うから、ジョン・ディーだ。ああ、サリーもなかなかだ。親父だしな。いいね。じゃあ下行こう。あ、ここじゃない、ここじゃない。はしご、はしご、はしご、はしご。ああ、いいものがあった。サリー、火をつけてくれ。ああ。そうだな、ずっといい。いずれお前もマッチを持ち歩くようになるさ。何を言うんだよ。何を言う。早見言う。これが伝った方はとは気が合うと思う。どっち行くんだ。本気で中に入れたくないみたいだな。出したくないのかも。お前も手を貸せ。いや、任せろ。行くぞ。また暗号みたいの見えてるんだけど。一族の墓かもな。例のグッドフリーちゃんもここにいるかもな。古代都市の秘密を知ってても墓まで持ってったかもな。よし、奴の墓を探すか。そうしよう。うん、さてと、彼はパズルを解き始めたけど解けなかったようだ。パズル。これなんか回すのか。待てよ、ここに何かあるね。まず一旦見よう、周りを。歯車があって。まあ、お墓だね、これはね。ここに何か印がある。で、これな、上に行けるの？これ。これ別にこっちに、こっちから来たか。ごめん、こっちから来たか。あれ？まあ、どこどこ？あれ、道迷った。あれ、どこ？あ、あった。こっちから来たんだね。ん？とりあえず一旦やってみるか、何か。なんだ？中世のクイズ番組か？左スティック L を使って。成功だ。
あ、ここにゴッドフリーの墓はないな。ないな。彼の墓は隠されてる。もう少し探そう。右スティックを上下に押して紋章を選択。左スティックを使って紋章を動かす。ん？で、右スティックで？あ？あ？なんだ？ちょっと待って、全然わかんない。スペースオブペーパーファンドインジョーディーズセレクトラブインフランス。ここ答え書いてあるじゃん。ん？鳥、これこっちにはない。ん？鳥を3番目にして馬をあそこにするっていうだけの話？鳥を3番目にして、鳥を3番目にして馬で、これか。馬を、待って、どっちの馬だ。馬2種類いるよね。ちょっと一回ごめん、馬が2種類いる感じがする。あー、あの馬か。ん？あの馬が向こうに行くことなんてありえるの？これだよね。あ、こうやって移動できるのか。鳥の周りにあの印があるようにするってこと？ちょっと待って、鳥先やろう。鳥、だから鳥ここだ。鳥ここで、馬の位置がよくかな。馬が鳥から2個こっちの上で、馬がね、あっちの方動かしちゃったやつを戻す。これじゃダメなのか。馬ってあの馬で合ってるよね。スペースオブペーパーハンドイン。うん？これで合ってるんじゃないのか？これ違うのか？
これ違うのか、ここでこうなんかここに立つみたいな、そうしたのうちに違う違う、そうじゃない、ここで合ってない、あの上の2個もなんかしなきゃいけない、あの上の2個もなんかしなきゃいけないかな、あの上の2個のやつをあそこの、スペースオブペーパーハンド、指が邪魔なんだけど、親指ね、親指邪魔なんだけど、あ、ちょっと見える、フランスオブなんとか、ほとなんとか、え、これで合ってるよね、鳥がそこでしょ、あの鳥じゃない、いや、んなことないよね、これでなんか他にいじるとこある、これで OK みたいな、 OK だよって誰かに報告する、ゴンザブローに報告、 OK じゃないって報告、違う、え、なんで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 ダメなの、ちゃんとやったのに、え、なんか報告する人いる、他にできたよって報告しなきゃいけない人いる、ここも関係ないね別にね、これも関係ないよね、え、合ってるじゃん、爪が甘いのか、その爪が甘いのかよくわからんな、じゃあ、この他の2つ、これもどっかにある、ここにはめとくじゃん、ここにはめとく、ダメ、できてると思うんだけど、何が違う？場所違う？あの指んとこなんかミックスって書いてある。オブミックス。あの黒くなってるところ、鳥の周りの3つの字は合ってるでしょ、ひみたいのと n みたいの×2 つ、ひみたいのと x みたいのと×2 つ合ってて、あのあそこにいるのも合ってて、であのスペースなんちゃらっていう、あと2個のヒントがなくない？ある？どっかにあるんか？どっかにある？ある？おばちゃん、おばさんに角かかれてるぞ。ないよね。
が一番最初だもんな。もう一つのヒントはこの部屋の中にあるみたいなことかな。この辺もないもんね。うん、うん、うまいなネイト。他の、これのヒント、ああ待って、これか、これがヒントだったりする。この N のところに、 N のところにこのライオン、 N のところにライオン、違うか、このか、かみたいな、かみたいなやつ、かみたいなやつ、ということはもう一個ヒントある。ああそうか、これもこれもそうか、これ何、あ見えなくない、すごいかすかに、ああああああ、ん N みたいなところの、ん、んどういうことだ、N みたいなと、ん？これはわしのやつか。ん？N みたいなところ。ヒント。待て、わかったぞ。うん。床の4つのシンボルは壁の紋章を囲むシンボルを表してるんだ。は？紋章を動かして4つのシンボルの真ん中に持っていく。それだけだ。俺がやるか。おお、よし、やってみる。4つのシンボルの真ん中、4つのシンボルの真ん中、4つのシンボルの真ん中、よく言ってることはよく分かったようなわからない、4つのシンボルの真ん中にあるってことは、ここ？ん？ここ？ 4 つのシンボルの真ん中で、4つのシンボルの真ん中？ん？ ん？なんかできた。ねえ、ワクワクしちゃう。4つのシンボルの真ん中にや、あとはやればよかったってこと？気をつけて。まあいっか。できたんだからまあいっか。ゴッドフリーちゃんだね。オンリーワンのな。ゴッドフリーちゃん、ゴッドフリーちゃんの。なになにこれ？これだ。おい、持っててくれ。よし。見ろ、これは魔除けだろ。何か書いてある。墓の上でそういうことすっかな。まあな。芝の言葉で書いてある。なあ、やっぱり古きイエメンの言葉か。ええ、16世紀にドレイク教がついたはずの場所だ。町の名前かも。ああ、3000年前のな。続きが読めないことにはどこを探せばいいかわからないが、まあ残り半分がシリアにあると願おう。
ね、カッターとクロエが見つけるといい。いや、クロエ見つけてくれるか。このままじゃあとは帰るんだけど、でも絶対帰りもあれだよね、絶対帰りもなるよね、銃撃戦にね、絶対。あいや、それはやめといた方がいい。くそだ。ご苦労だった諸君。ハリス、ドレイク氏が持っているものを受け取りなさい。ああ、ハリス、取りに来い。命をかけるほどのものじゃないだろう。お友達はそう思ってる。渡せ、ネイト。何の音だ。マジかよ。なんだこれ。火の近くに。おい、おい、取ってこい。どかしてくれ。どかしてくれ。そろそろ火が消えそうじゃないか。こう思い祈ってる。あのクソ野郎だろ。急げ、とっととここから出なきゃまずいぜ。これから離れるな。俺から離れるな、俺から離れるな。どうぞどうぞ。逃げ道を探そう。 OK、 じゃあ今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回お楽しみに。ちょ離れないで、離れないで。ちょっとゲームが上手になりたいな、もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントロール握る、でもいつもお母さんは似ていてばかりで、俺を